続いてはですね、こちらです、中田誠さんからいただきました。はい、ずっと気になっていたんですが、パラドキシカルドリーマーズは解散しちゃったんでしょうか。心配なんですが、なんとかなりますか。すみません、後半あの2つ質問重なってるんですけど、前半の質問と後半の質問意味合いちょっと違いますよね。さて、じゃあこれも加藤さんに答えていただくのはいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、彼らどうしちゃったんでしょうね。おや、あれ、おや、カムラナージが抜けてしまって、はい、まさかそこからね、新規メンバー追加して新しく始めましたとかいう話はさすがにないだろうとは思うので、多分ね、あのカムラがあのこのまま二度と戻ってこないっていうような諦めは、あの二人の中にはないはずなので、解散ではなくて、あくまでだからあの活動休止みたいな形で、とりあえずだからカムラが戻ってくるのを待って、自分たち二人はあの、まあ、何かしら、カムラの抜けた後のクランとかいう組織のその後どうするかとか、自分たちをどうしようみたいな形で後始末をしている最中なんじゃないかなと思いますね。で、ただあの今後ミルディとクラグホーンがこのままいなくなるわけはないので、どう話に絡んでくるかっていう部分もまた楽しみにしていてもらえると良いかなと。未来はまだ未定なのでどうなるかは分かりませんけど、なんかあの大物芸能事務所が噛んだみたいな判断で、解散というには惜しいんで、ちょっと活動休止ってことにしておきませんかみたいな発表がなされていると。まあ今後に関してはまだね、確定的ではないっていうことでしょうかね。まあまたちょっとライブはしてほしいなと思ってはいます。はい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 、さあどうなるんでしょうか。さあそれでは、次の質問